しんど、ロケしんどかったわ。街ブラロケめっちゃくちゃ歩かされたやん。御堂筋どんだけ歩かすねん。どうせ使うの3分ぐらいやろ。そのロケに1日がかりっておかしいがな。ちゃんと段取り組めよ。インサート撮る時間も長すぎんねん。何分待たせんねん。ほんまちゃんと段取り組めよ。まあやらせてもらいますけど。やけどな。ああお茶でもしばいてリフレッシュしよっか。あれ西森おるやん。呼び捨て。西森真顔で座ってるやん。すごい呼び捨てする。あれちょっと泡吹いてない。西森泡吹いてない。よし、ええタイミングであったわ。おごってもらおうっと。おい西森さん。ちゃうねちゃうね、あの先祖カニやねん。だから泡吹いてる。泡吹いてたよ、うん、砂に混じった養分だけを口の中に入れてる途中やったから。拭いてくださいよちゃんと。何どうしたん。いやたまたまこの辺歩いてたらいい感じの喫茶店があったんで、うん、入ってみたらあら、うん、かっこいい人がいるなと思ったら西森さんでした。あすいませんオレンジジュースお願いします。呼び捨てしとった聞こえてたし。してませんって。めっちゃでかい声やったし。全員見とったで。ロケの文句言うてるやつ全員見てたで、ほんま。え、ほんまですか。うん、やば。お会計しろ人の邪魔になったの。やば。立ち止まって言うから。もっとちっちゃいつも。独り言大きいで、ほんま。すいません。うん、そのあれオレンジジュースは、はい、何そのえ自分で払ってな、それは。なんでですか。え払ってくださいよ。いやいや、お金やし、それは。いいじゃないですか。いや、それはもう、それはそれはもう。ほんで、最後帰り、じゃんけんして、どっちか負けた方が払うことでしょうか。わかりました、わかりました。うん。それで。年下の年下の。俺、グー出そうかな。今から死ぬほど考えたらいいね。最低。どうですか。何ほんで、え最近話しましょう。最近はまあぼちぼちやってますけどね。家でどんな感じなんですか、うん、西森さんは。家、うん、どんなパパなんですか。うん、家はあんま今までは喋らんかったけど、はい、子供がうるさいし、うん、ずっとなんかやってくるから、はい、もう喋らずには俺になって、はい、ほんまにしんどい。大変そう。もう前にも言ったか分からへんけど、はい、なんか子供を抱っこして抱き上げてビュンみたいな、高い高い の、はい、あの超激しいバージョン、あれが流行ってて。両方がやってくれと。3歳と1歳半がすごいすごい重いね。だからもう2人はきついな、うん、ずっとビュンビュンやって、うん、でもそれやってから 2,3 週間経ったんかな、はい、多分嫁がなんかある日なんかごつなってないって言われて。上半身がごつなってきとるわ。あ西森さんがですか。そうすごくす。体なんかごつなってない。うん、多分なってるなって。すごい。そういう感じやわ。クソッチ、あ、クソッチちゃう、ごめん。ごめんごめん。いまだにうんこ漏らしたことをちょっと信じててごめんごめん。漏らしてませんから。陰でクソッチって呼んで、ごめんな。本当に。ごめんごめん。漏らしたことありません。陰でクソッチって呼んで。自分も呼び捨てしてるし、まあお互い様。いやいや、クソッチでは違いでしょ。え、ケイちゃんどうですか最近は。最近ですか。はい。最近。はい。うん、イライラしなくなりました。え？あ、そうですか。はい。昔に比べたら。ああ。だいぶ。そんなでも僕みたいに子供できたら。なんかそのなんていうのどうやってもなんかそうなってまうみたいな、もうイライラしにくくの外でもイライラしにくくなってまうみたいな、わかるけど、はい、何が原因でそんなに急にイライラせようなの。何が原因やろ。でも昔は本当に、うん、なんかちょっとなんかメンバーに言われるだけでもうすぐ言い返したりしてたんですけど。あ、そうですか。最近何を言われるの。立場的にもですかね。何を言われるだ、そこのダンスがどうとかってこと。そういう具体的なことってこと。そうかな。 MC のこととかやっぱメンバーもほんとピリピリしてたんで、はい、昔は。あー、やっぱ同期やったりとかしたら初期メンバーは。そうですね。もう我が我がの喧嘩が多かったんですけど、あそこもっと引きやみたいな。そうですね、まあ、反省会とかも言い合いみたいな。うわ、感じだったんですけど、でももう本当に後輩もたくさん入ってきて、私も副キャプテンになったりしたら、うん、なんか落ち着きました。へえ、うん、そうなんや。はい、言い合いしてるところをちょっと見たいな。でも確かにそれは見たいですか。うん、なんか誰かがプロフェッショナルとか出たら、あ、番組とか出たらね、そういう何年の映像みたいな感じ で、ね、うわーって、うん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 、俺てめ
みたいな感じでそこまでは言ってないんですけど、胸ぐら掴んでとか、ね、そこまでしてないんですけど、むちゃりんだよみたいな、そんな、そんな喧嘩みたいなことはしてないですよ。髪の毛洗ってんのかおめえ